なに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 おー、マフィアーおージャパニーズマフィア三者定律ってそういうことはい、どうも、アニメリアクターのザイグンです。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、文豪ストリートクス第17話見ていこうと思います。 はい。というわけで、俺が見たい部門、えー、文豪ストリートックス、今回も楽しんで見ていこうかなというふうに思うんだけど。あー、まあ前回、えー、ダザイの過去編ということでね。まあ、あらかた片付いたのかなっていうところではある。中夜とかが出てこなかったから、まだなんか隠してる部分があるのかなとは思うんだけど。いやー、まあなんか、すごい小田作とこのダザイの関係性にも本当に心をぐしゃぐしゃにされてしまったわけなんだけど。こっから先どうなるか、本当に要注目で見ていきたいところではありますね。 はい。ま、あそんな感じで、多分現代にこっから移っていくから、現代も注目して見ていきたいなというふうに思います。はい。というわけで見ていきましょう。それでは見ていきましょう。文豪ストリドックス第17話。よーい。アクション。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。ということこれもなんかの文化。 開幕ポエム安定やな。お椿。おなんだおこれもポートマフィアオープニングだ。さあ、あれこの中に京花ちゃんはいないんだね。<laughs> さあ、まあ前回のあれあって、種田さんの、あの、手引きで、武装探偵者に入ったね、ダ宰がどうなっていくのかっていう感じではあるけど、気になるところではありますよ。おおギルドの。名前忘れちゃったけど。おおなんか、うわ、戦装束がこれなんだ。なんか白衣でいるのが普通かなと思ったけど、現代でも。 かっこいいな。ヴァンパイアみたいでかっこいいよね。でも森外。すごい好きです。京花ちゃん。あー、また京花ちゃん絡んでくる。これ、福沢諭吉も戦うのかちょっと、森外先生の、あ、なんだ、誰なんか可愛いショタみたいなのがいるんだけど。すごい、ツ飛んじゃった。さあ、中夜。 おーおーおおえ、これ京都フラグやっぱりあるやっぱりさ、イノ開業許可証を持ってる人間に喧嘩を吹っかけてるわけだから、ポートマフィアも絡んでるよな、絶対。ギルドは。フランシス F か。おー。ナオミちゃんだっけナオミちゃんと谷崎くん。かわいい。 妹に尻に敷かれてるなぁ。谷崎くん。はい。おっおっそうミスつけておいてサプライズか。おあダメだぞ。危ない。言っちゃいけないこと言いそうになった。危ね。 兄弟んうん。おうん。うん。なんでわお。えっ矢印良駅で殺しちゃったとかあらあ、杏花ちゃん。電話は話していいんじゃないかおなにあれワイヤガンスタンガンテーザーガンってやつか そうか、でもやしゃしら駅使えないんだもんなうんおお <laughs> 気合入ってる殺さないでできる仕事をしたいみたいな話だったよね、うん、うわ 殺してたのか。頑張ろう。あつしがいれば大丈夫だ。あつし面倒見てやってくれ。んなんでうん。あはは。やべいあら、なんか言えないの 出ない死んでるそんな物騒じゃねえか。ああ、通してもらえるはずだったんだけど。<laughs> 消せダメ。あっはい。<laughs> 本当は。にそんな物騒じゃないよ。何殺す以外で何がある侵入えおい <laughs> おい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 。 おいち,いちょ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 ちょ杏花ちゃーん京花ちゃーん京花ちゃーん,ちゃんおいハンジさん <laughs> あの、一般人は電撃に耐えられる体をしていないのですが、 <laughs> あ。めっちゃ怒られた <laughs>。怒られるだろうな <laughs>。そりゃね。あ、クレープ。なに、僕も買ってください。あつしくん。そうだったんだ。いや、そこから間違ってる。<laughs> まだつけてるんだね。 うん。あ、そうなんだ。大事なものなんだ。なんか、親からのプレゼントとか。うん。うん。うん。あー、それはダメだってことか。あえなに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  おいえうええええ、誰、えー、和服の女の人。和服美人。尾崎うよ。金色屋やは？娘娘じゃないよな。 おいわお革靴やばいやばいやばいでももう塞がってると思うようんなんだ泣いてる 何ダメダメダメあらああ言わないよあつしくんは言わないあっええー、強っ 似た能力スタンドバトルみたいになってるえっ いやあ、わからんぞ、そんなものは。けおっけ、逆らった、逆らった。いいよ、いいよ。ああ、ああ、ああ。 ああ、もうそういう。ななななななんちゅう能力。ああ、戻っちゃうのああ、生き方っていうものを全てそうやって育てられたのか。この子が育ての親なんだろうな、この尾崎紅葉が。はっ しに言ってる自ら携帯どうするえ自ら命令するってことあらえ ロシなんてこ誰おあれこれもギルドかいたよなオープニングに。ああ、引きこもりウムが足りない。えなん、おーおーおおお、完全にスタンドバトルですけど。 同じだからだってこと うわあ、やっぱりそういうことか。一番最初に殺したのが、ヤシャシラユだからってことそっちじゃない。どうして殺させたかって話なんじゃないのあ、指示ができなくなっちゃった。おー、マフィアーおー、ジャパニーズマフィア うわ、もう似たような生き方しかしてないんだ。絶対そうだ。あはい、あ、えい,いお,お腹減ってるようです。あの、宮沢賢治くんやりたい放題か。あ。ええ、やる ギルド。職人。ジョン・スミスかな怒りのブドウ職人。ラブクラフトおおーグレートオールドワン。ラブクラフトってあれだよね。クトルフだよね。やばいやばいやばい。ん何ってこと上かえおーミサイルえ隕石 あら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 。誰三者定律ってそういうこと三つの会社がもう、あれしてると。あれしてあれしてあれして。あれびっくりびっくりマーク。What's up? さあ。えどうなったえそんなこと言わない。 牧師お、oh えーまい、グッネス、えあ、やりたい放題。ああ、ああ、ケン君ははは,はなにあれやばくねこれ、ポートマニアにさらわれた説。いや、違う。 なああはははさん。半殺しにされるぞ。半殺しにされる。あはははは半殺しにされなきゃ。でも、綺麗に治りました。そうね。 ねえ。いや、でも、羽倒すほど強いんだろうな。え、怒ってるもう、ギルドぶつぶすぜ。可 <laughs> 愛い,いこの子。金髪。おリンターロ <laughs> こんだけ朝男なのになぁ。 異常なボスだもんな。おっこうさん持ってる。る姉さん。うんえなんでケちゅちょっと、ちょっとあの、漢字がわからないので、あの、なんとも言えないんですが。さあ。 ギルドに人質に取られてるってことああ、武装探偵者か。おお杏花ちゃん無事ええー、どこ行っちゃったのそうだよ。 おぉおぉおぉ。うわ、二人じゃないとできない話っていうのがあるんだな。うん。うん。 拷問の達人でも拷問してたって言うもんねあバンコードうん <laughs> 決めてるわけだ合格 マジで暗殺しにかかってるってこと切れた。うん、<laughs> はい何 合気道の達人うんそれもでも森外分かってるはずだよねまあなんか何かしらのメッセージなんだろうなこれは。 うん、そっちに移したってことか拠点を。 ちょん。金があるから。ええー、日本でそういうことしちゃダメですよま、あ探偵者移写したわけだ。 説明ください。うん。うん。そうね。おー。 おー、なるほど。そういう作戦ね。ああ。うまいことダザイとか使って陽動していくわけだ。 バレてる。うん。マジか。わおやばっ。ザストラテジオブコンフリクト。論争の戦略。 やばいな暑熱くなってきたーこれはやばいぞ。いや、教頭の前にじゃ、あー、でも教頭はあるのか。どうだろうか。よくわからんところではあるけど。やばいなーこれあるなーこれ、アクタカワリベンジマッチもあるだろう。京華ちゃんの場所だなー気になるところは。 まあ割と武装探偵者とポートマフィアは結構因縁的なものがあるもののっていうことだよな。まあでも、あれはやっぱり陽動ってことか。あれで追跡するためのきっかけを作るっていう。うわあ、やばいな尾崎さんはどうなったんだろう尾崎さんさらったから全員殺すぜっていう感じにもなってるわけだよね。喧嘩売ったんだからなっていうことだもんね。 京香ちゃんもどこ行ったんだろう不安だなぁ。おー、火花が。おー。ああやって、こう撫でてもらいたかったんだろうな、芥川は。これ芥川の願望なのかもしれん。 OK, 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 OK. うわ、気になってくる。これ、どんどん、どんどん入り組んでくるぞ。<music> はい、というわけで、見終わったわけなんですけど、いやー、やばいな。激アツだ。これ、三者全面戦争でしょめちゃめちゃ熱いじゃん。かっこいいなー。これ、どうなっていくんだろう。 いやー、ワクワクしていくなー、なんかやばいな。過去編でなんかちょっとギスッとした、なんかズキッとした心を、このワクワクの炎でなんかちょっと帳消しにしているような感じがするけど、まあでもその中でも、京香ちゃん大丈夫っていうようなところとか、なんか心がうーっていうなるポイントっていうものはあるけど、やっぱりすごいね。やっぱり現代編も面白いですね。いや、いいな。あつしくんが絡んでくるといいな。 うん。あ <laughs> つしおだけあってめちゃめちゃいいなっていうふうに思うんだけど。いやー、それにしてもやばいななるほどなるほどなるほどっていう感じだなだから、やっぱり、 武装探偵者としてもギルドをこう何とかしなきゃな,なってて、で、っこか。まあまあまあでもね、なんとなく分かってきましたね。やっぱりギルドっていうものがいて、ギルドが邪魔だぞっていう風になってるのが武装探偵者とポートマフィアで、まあギルドなんとかしようよっていう風にやってるけど、まあ間に入ってくるぶ、まあまあまあでもね、まあなんとなく状況っていうものは見えてきたわけだ。なんかはっきりとしてきたよね。 まギルドを倒したいけれども、まあ、ポートマフィアないし、武装探偵者が邪魔だよっていう、俺がやりたいのに、俺がやりたいのにっていう感じで、まあ、間にちょかみしてくるのがすごい厄介だから、こういう風な三角関係が出来上がっちゃってるんだなっていうことで、まあ、もし攻めてくるなら、まあ、なんとかね、この、樋口さんを守らなきゃいけないから防御体制をしていて、それでいて、まあ、ないし、ギルドだったり、まあ、相手の攻撃にしのげるような組織をこう、前に出していくっていうような感じで、やっていくんだろうなっていう風に思うんだけど、いや いいね。ダザイとアツシのコンビっていうのはいいですね。熱いですね。これは、ダザイ、アツシ、バーサス、これ、芥川、チュヤが見れるんじゃないかなっていう風に思うんだよね。チュヤとかもさ、やっぱり、パーソナリティとか、やっぱり顔とかははっきりと分かってきているけど、やっぱり能力だったり、どれだけ強いのかっていうのははっきりしてないからね。そこら辺もすごい楽しみですね。なんか本気になったチュヤが見てみたいなっていうところもあるし。うーん。いや、でもどうなんでしょうね。これ、小崎公用小崎公用か。小形公用じゃなくて、小崎公用さんは、 今、まだ人質になってるっていう感じでいいのかなまあ、あれ方情報を吐き出したっていう感じなんだろうけど。いやー、いいな、いいな、いいな。いやー、もう次回がマジで待てない。すごい楽しみですね、本当に。 いやー、でもなんか本当に、京化ちゃんとかもなあ,あいう風に言われたらでももう、やっぱり、そういう風に生きてきたっていう罪悪感はすごい強いからさ、そこをグッて揺さぶられるとやっぱり脆いっていうか、やっぱり、うわーってなっちゃうんだろうなやっぱり。で、そこの弱みにつけ込んで、ヤシャシライを、こう利用してきたのが、やっぱり、この、ポートマフィアだからね。まあなんとか、アツシ君のこの光のパワーで、この、京化ちゃんの闇を浄化してあげたいですね。 うん、でもやっぱり京香ちゃんも光の中で行きたいっていう風に思ってるから、まあその手助けをしてあげられるような環境が出来上がってくればいいなっていう風に思う、うん。まあ本当にそのためにはね、このフランシス F ないし、ギルドをぶっ飛ばせなきゃいけないっていうことなので、まあいろいろとこの構想がどうなっていくのか、ちょっとチェックしていきたいなっていう風に思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればください。あずしーだーとか、おがじゃないや、尾崎さんとか、いろいろとお待ちしておりますのでコメントください。以上。 文豪ストリドックス第十七話でしたバイバイ